ターミナルケルンを起動。レリーズポイントの照合を開始。化け物め。アーティストに向かってひどい言い草ね。イリア・プラティエ。やはりもうおしまいかしら。だったら美しい。さあ指令を拘束しなさい。総統閣下とクロスベルのために。これが市民を操った。目を覚ましなさい、あなたたち。司令、どうか降伏を。新総統と共にクロスベルをさせるか。危ない危ない。俺たち何を。たく、シャキッとしやがれお前ら。大丈夫ですか司令。ノエル、あなたたちまで。ようやくお出ましね、弟くんたち。ようこそイリア・プラティエのゲリラステージ。あの仮面は。話には聞いてたけど、アンちゃんやクロウ君の時と同じ。あのイリアさんがこんなことになっちまうとはな。だが軍需工場に出たっつう偽物も考えると、もしかして彼女も。いいや、彼女は本物だろう。どんなに高性能でも再現に限界があるのはすでに分かっている。さっきの舞、こんな状況にもかかわらず心を躍らされ目を奪われそうになりました。偽物には到底不可能な芸当でしょ。違いますか。さすがは弟君。そう、私は間違いなく本物のイリア・プラティア。人々を理想へと導く黒き聖者。宵闇の舞姫にはぴったりの配役でしょう。宵闇の舞姫。そいつが仮面に規定させられた役割ってわけか。でも一体どうやってあんな舞を。ええ、その仮面に異能までも植え付ける力なんてなかったはずです。詳しくは知らないけど、特別性みたいよ。魅了した者の精神をも侵食し、意のままに操ることができる。こんな風にね。
が入らねえ。内側から蝕まれる。負の霊気に満ちたこの地なら力は何倍にもなる。始祖党の言った通りね。弟君を取り込めば他の支援課の仲間たちや残りの市民たちも霊属させられるはず。リベールの君たちは各国への進出の足がかりに利用させてもらいましょうか。まさかそのために私たちをこの場所へ。私たちが来るのも分かっていたっていうの？このままじゃ。なんとか彼らだけでも。ダメです司令、我々ももう。さあこのまま身を任せて一緒にクロスベルのみんなを導きましょう。独立の象徴たる君たちがいれば統一国もきっと。象徴なんかじゃありませんよ。俺たちは確かにいつしかそうあろうとしてしまった。独立という大きな目標を果たすため全てをその手で救える英雄太郎と。でもそれは本当の俺たちじゃ、クロスベルの在り方じゃない。今こうしている間にもたくさんの人々が動いてくれています。頼まれたからじゃない。それぞれがそれぞれのできることで前へと進むために。これまでのいくつもの困難な事件、今回の再占領だって同じでしょう。多くの仲間たちや市民たちを守り、支えるだけじゃなく支え合ってこられた。特務支援課の、いやクロスベルの強さのはずだ。ロイドさん。ああその通りだぜ。支えるコテを掲げる私たちだって同じよ。そして僕たちトールズがずっと目指してきたことでもあります。イリアさん、あなただって同じはずだ。ファンやたくさんの人々の応援があったから不可能だとも言われたリハビリを乗り越えられた。決して諦めないあなたの姿に市民たちも俺たちも勇気づけられていた。このまま新総統なんかの思惑通りに異能を振るって人々を惑わす、そんなものが本当にあなたが死に物狂いで取り戻したかった大切なものなんですか。そうリーシャやシュリに胸を張れるんですか。あんたにとって一番大切なものは何？その大切なものを前にして頑張らずにいられるの？私はつまらねえ役割を黙って演じるイリアさんなんか見たかねえな。はい、クロスベルのみんなもリーシャさんたちも同じはずです。アンちゃんもクロウ君だって戻ってこられた。ええ、きっと今回だって。クロスベルのみんなの希望何としても取り戻すわよ。ああ、彼女を待っているたくさんの人たちのためにも。いいわ、そういうのは嫌いじゃない。この気配は。
2体もか。見せてもらおうじゃない、あなたたちの本当の強さとやらを。それで私が見失った何かを取り戻せるというのなら。わかりました、行くぞみんな。適正霊体の撃破およびイリアさんの無力化を開始します。ミレイユのためにも一丁気張らせてもらうぜ。カーテンコールまで持ちこたえてね。始めるとするかな。くらえ、ベルゼルガー。悪いな、往生しろや。あたしの番ですね。刃よ、返しだ。
ス。それ。ここからが佳境よ。よし。だな。これで終わりだ。くらえ！チャンスだ。そこだ。これより始まるよ。暗くも熱い宵闇の舞台。共に楽しみましょう。ウーノ、デュエ、トレ。終わりにしましょう。モルテマスケラート、ウラレスク。ごめんね、みんな。行くぞ。無事だな。
よし、やったぞ。まだまだいけるぜ。やりました。やったね。掴んだ。まだまだいけるわ。やったぞ。覚ましてください。リーシャさんがきっとシリちゃんを待ってます。だからリーシャシュリ、私はそなたの役割を果たせ、舞姫よ。存分に舞い踊れ、人を狂い惑わせろ。そんなあと少しだったのに。なんだ今のは。追いかけるぞ。あ、待ってください、まだ。悪いわね弟くん、もう少しだった気がするけど、どうやら簡単にはいかないみたい。あなたはイリアさん。エリ、ティア、リーシャにキーアたちも、アリサさんやティータたちまで。ライドー、ランディさんも大丈夫ですか。よかった、エステルお姉ちゃん、ヨシオお兄ちゃんも、マキアスに先輩も無事みたいね。ああ、だがその飛行艇どこかで見覚えがあるような。おー、なんだかヤバそうな状況になってんな。そうか、エリーが通信で言っていた当てというのは。ええ、なんとか交渉がうまくいってね。リーシャ、どうやら舞台に立つ覚悟はできたみたいね。ええ、サンさんが改めて背中を押してくれました。私は大丈夫だから、今はリーシャができることをして。リーシャならきっと取り戻せるよ、私のみんなの大切なものを。私を思ってくれる人たちのためにも、あなたに正面から向き合ってみせます。リーシャ。それでいい。そろそろ最終公演の舞台も整う。決着はその時につけるとしましょう。クロスベル市で待ってるわ。それじゃあね。イリアさん。とにかく今は俺たちがやるべきことを片付けねえとな。はい、司令たちも助けられましたし、あとは。ああ、参道に急ごう。
遅いのよ、バカランディ。バカはどっちだっての。たく、心配かけさせやがって。応急処置がうまくいって、なんとか山は越えたわ。本格的な手術はこれからになるが、必ず成功させてみせよう。ニーをよろしくお願いします。ジンゴ、どうか無事に病院まで連れて行ってやってくれ。まあ、なんとかルートも確保できたしな。そんじゃ、とっとと行くか。改めて特務支援課メンバー全員の無事を報告します。ああ、ここまでご苦労だった。どうやら足場を取り戻せたみたいだな。ええ、みんなやたくさんの人たちのおかげです。この数日間、辛いことや大変なことも含めていろいろあったけど、だが俺たちが俺たちらしく前に進むための糧になってくれたみてえだ。はい、あとは新総統から取り戻すだけです。私たちの大切なものを皆さんと一緒に。うん、みんなで頑張ればきっと。ノエルにワジもいろいろありがとうな。リーシャや他のみんなにも随分心配をかけてしまったけど。礼を言われるようなことは何もしちゃいないけどね。はい、支援課準メンバーとして当然のことをしてきただけです。私もあとは届かせるだけでしょう、イリアさんと新総統たちに。きっと俺たちならやれるはずだ。この地に集った多くの人たちの思いと力を一つにすることができれば。それでこそロイド君たち、私たちも同じ気持ちよ。あ、そして僕らがこれまで何度もやってきたことでもある。通信も分断されている今、簡単にとはいかねえだろうが。でもきっとそれが鍵だと思います。あの黄昏の呪いにだって僕たちだけで打ち勝てたわけじゃありません。多くの人たちで力を合わせたからこそなんとか乗り越えることができたんです。ええ、私のように敵対した相手すらも巻き込んで。協力者全員の力を合わせられる段取り、早速考えた方がいいかもしれないね。リンやユーナたちもクロスベル入りしてくれました。きっと勝機はあるはずです。ああ、それは何より心強い情報だったな。レクタさん、ありがとうございます。彼らのクロスベル入りにあたっていろいろサポートしてくれたそうですね。大したことはしちゃいないさ。掴んだ情報を流してやったくらいだしな。ナナの輪は使えない状況だけど、なんとか彼らと連携を取れれば。病院方面のヨナたちにも改めて連絡してみないとね。
俺たちもせいぜい若い奴らの背中を押してやるか。そうね、クロスベルを今こそ真の意味で取り戻すためにも。警察と警備隊の戦力が整いつつある今が好機なのは間違いないでしょう。あとはプラトーたちがうまくいけば。動力ネットへの接続なんとか成功しました。あとはプロキスサーバー経由でナナノワにアクセスできればやったか。よし、早速連絡を試して。待ってください、これはルーファス新総統。おじさまも動力ネットを通じて発信してるみたいです。これって無線ブースターをハッキングして帝国や共和国方面まで。いいえ、それどころじゃありません。通常の有線通信までも利用して、まさか大陸全土のあらゆる通信網に接続しつつあるのでは。おいおい、そんなことが可能なのかよ。ごきげんよう諸君。クロスベル統一国新総統のルーファス・アルバレアだ。こたびをもって大陸統一に向けての全ての準備が整ったことをご報告する。請求ではあるが、手始めに良き隣人たる帝国共和国政府首脳閣議に統一国への参加を表明していただきたい。国言は明日の正午。残念ながら同意が得られぬ場合、こちらも然るべき対応を取ることになるだろう。大陸に新たに刻まれる記念すべき日に一滴の血も流れないことを願うばかりだ。どうか賢明な判断あれ。なんだこれは。一体何のつもりだ。二大国、いえ全世界への宣戦布告。まずいことになったわね。ええ、帝国はともかく共和国は間違いなく数日中に介入してくるはずです。市民のほとんどが前によって新総統に賛同させられてしまっている今、クロスベルがテロ国家として叩き潰されることすらありえるかもしれません。そんなの再独立どころじゃ。下手をすれば次の大戦の引き金になる可能性すらあるだろうね。新総統もそんなことは当然分かっているはずだぞ。それでもこんな宣言を強行したってことは、うん、何かあるのは間違いないと思う。独立国の時のディーターがキーヤを切り札にしたみたいに。一体それって。この画面は繋がったのか。ロイド、君か。リー、Thank you.